はい、どうも本日のご視聴ありがとうございます。ゼノブレード実況パート10ですね。今日で記念すべき10になります。今回から見るよって人はね、ぜひパート1からのご視聴よろしくお願いします。ということでね、コロニー4着いたんで行きましょう。やっぱり見られてるよね。セナ、気にしないようにしよう。そことね、こっちにね、ここは何もないのかな。何もないな。僕の指示に従ってくれ。私がリーダー。たまにはこのキャラで行こう。てかちっちゃいね、結構このキャラ。操作して思ったけど、ここだね。さっき戦った姿勢感、それがあいつ僕たちの姿勢感とよく似ている。そりゃそっちにだっているだろう、姿勢感くらい。今似ていると言ったが訂正する、同じなんだ。同じってそうなのか。僕たちのコロニーは敵対している。だがそれを滑る失勢感が同じだとしたら、だとしたら、どうした、何かあるなら言えよ。失勢感なんてあれだろ、どこにでもいるノポンみたいなもんじゃねえか。どこにでもいるとは聞き捨てならないもん。そうですもん、世界になくてはならない希少種ですもん、保護するべきですもん。まあノポンはさておき、要するにむちゃくちゃ怪しいってこと。ああ、もしかしたら大きく関係しているのかもしれない。関係って何？戦わなくてはならない僕たちの運命に。運命、女王はまさかそれも一緒とか。君たちの女王はどんな人だった。一度だけ見たことはあるかな。なあ。ああ、成人の儀の時だったな。銀色の長い髪、あと羽が綺麗で威厳に満ちた人だった。羽？ユーニのような。私よりもっと白くて輝いてた。私たちの女王様は奥ゆかしくて気品がある感じの人。耳がね、とっても長いの、このくらい。ふーん、女王についちゃどうやら違うようだね。執政官って女王の部下みたいな存在だろ。キャッセルの、つまりは女王の意向を各コロニーに伝え管理評定をするのが執政官だ。何？女王に事情を伝えればもしかしたら理解してくれるかもって。まあな、望みは薄いだろうな。そうか。女王は全てのものの上に立つ存在だ。
俺たちのことなんて気にもしないってか。執政官と同じかもしれないという意味だ。え？そしてその執政官はメビウスになった。こうも言える。メビウスが執政官だった。ただでさえ異常なこの状況、下手な希望は持たない方がいい。ウロボロスはこの世にあってはならぬもの。その存在を塵一つ残さず消し去りなさい。セーブしますか。はい、忘れずに記録っと。はい、ということで2話ですね。今コロニー4での戦いを私たちは生き延びた。そして執政官がメビウスであることを知った。これまでの当たり前が次々と崩れていく。与えられた道を疑いもなくただ歩いてきただけの私たち。見つけたい。これからの私たちを。私たちの道を。隊を三つに分けて主力は迂回、初手次第じゃ交代だって。臆病者かよ。なんて言った。はあ、お前今なんて言った。僕のどこが臆病だ。これは劣気とした作戦だ。それをよせよ体温。話せ。コロニー13は未知のコロニーだ。データも揃ってない。慎重すぎんだよお前は。まだるっこしいって言ってんだ。見ろあれを。今食わなきゃいつ食える。時間がねえんだよ俺たちには。それはなあ体温よ、俺たちは黒金のラムダだぞ。イスルギ軍務長を率いるコロニーだぞ。名も馳せていないコロニーなんざ脇腹からつけば一撃だ。違うか。要は勢いだ。度胸なんだよ大事なのは。なるほどね。陽動部隊が敵を引きつけて本体は知性的に防備が手薄になっている側面から進撃。これがベストというわけね体温。はい、そうです。そっか。
あなたがそう言うのなら決めましょうね、イスルギ。うん、君が良しとするなら異論はない。いいな、体温。あ、はい。グム長、作戦課長、そろそろキャッスルから新しい執政官がお見えになる時間です。わかった、すぐ行く。あら、妄想の時間。ナミ、まだそんなものを使っているのか。まだとは失礼ね、イスルギ。機械式のこれの方が瞳の時計よりよっぽど正確よ。黒い霧にも影響を受けないしね、タイオン。え、あ、はい。南の地下水脈から外に出られます。君たちはそこへ。ナミさんは。私たちはここで敵軍を阻みます。バカなこと言わないでください。無駄死にです。タイオン、ナミさん、君たちには未来がある。成人となるその日までどうか生き延びて。これを。ダメです、ナミさん。いい、生き延びるのよ、タイオン。必ず生きてコロニーに。タイオン、何してる。急げ。でも、タイオン、ナミさん、ナミさん、ナミさん。瞳に頼りすぎなんだよ、やつは。だからああいうことになる。不運に尽きる。策は正しかった。黒い霧さえ出なければ。肌感だよ、肌感。目は前にしかついていねえ。だから遅れる。音、大気、呼吸、そういうもんを感じ取れりゃ瞳は必要ねえ。その割にはあっけなく引き下がってきたじゃないか。そこは棚上げかい。棚上げはよくないんだな。はあ、俺はやられちゃいねえぜ。制限時間いっぱい奴らと遊んできただけだ。言い訳は何とでも立ちます。どういう意味だよ。あの、お取り込み中ちょっといいかな。次は僕一人で行こうと思うんだけど、ダメかな。直接その瞳で見たいってか。まあね。おまけにコロニーラムダはイスルギだろ。そっちでも面白そうなことあるしね。ね、いいよね、みんな。
さあ、エセルと話すため、コロニー4撤去陣へ向かう。そっちだね。前回のパートで攻撃してきた、女の人ですね。そこだ。現状を受け入れつつあるみたいだな。昨日の今日だってのに、たくましいよな。さすがエセルのコロニーだぜ。ねえ、たくましいよ、ほんと。仲間ね、たくさん死んだんだけど。よく眠れたか？ああ、ぐっすりと。部屋ありがとう。わざわざ開けてくれたんだろ？気にするな。軍務長と俺からの気持ちだ。瞳のひどけ。半信半疑だったんだ。で、試しにさっき外のホッグスを飼ってみた。どうだった？なんにもなしだ。ひどけも出なきゃ粒子も立ち上らない。現実なんだな。ああ、俺たちも最初は戸惑ったよ。それにはみんな感謝している。土くれの日時計は効率悪くってな、日々命の残りを気にしなきゃならなかった。土くれってエーセルは白金じゃなかったのか？俺たちが助けられた時すでに。まあいろいろとな。カムナビって知ってるか？グレンのカムナビ、アグヌス切手の戦人、エセル軍務長の公敵手だ。知ってる。アグヌスで並ぶものなしと言われるほどの槍術と鉄巨神の使い手。そっか、エセルの公敵手だったんだ。俺たちは何度も何度もカムナビと戦った。俺たちの奴らも多くが傷ついた。ある時、奴の鉄巨神の膝関節が行っちまった。岡田、整備不良かなんかだろう。軍務長の勝利は目の前だった。しかし、他人の昔話を勝手にするのは好きになれないぞ、ボレアリス。軍務長、すいません、つい冗談だ。エセル、いわゆる不祥事ってやつさ。私はキャッスルに白金を剥奪され、土くれとなったんだ。見ろ、最下級となっても皆この私に付き従ってくれる。明日の命も定かではないというのに。故に私は勝たねばならない、カムナビに。え、でも、もう命の日時計の束縛は確かになくなった。だが、それとこれとは違う。何が違うんだ？意地、誇り、願い、喜び。言葉にするのは難しいが、つまりはそういうことだ。私の残り時間は限られている。それを兵たちは理解してくれている。私は、いだ、私たちにとってはカムナビとの再戦が全てなのさ。それが残り少ないこの命の使い方だ。命の使い方。なるほど。心情的には理解できなくもない。そうなのか？理解したわけじゃない、できなくもないと言っただけだ。さてと、無駄話はこのくらいにしておこう。昨夜の話では、君たちの目的の場所は体験の大地だったな。ああ、ついてこい。
さあ、じゃあついていきましょう。ボレアリスさんとエセルさん。任せてくれ。この子でかすぎでしょ、マジで。やばい。いや、これはやばいわ。ここが体験の大地だ。まあこれ自体は誰でも知っているものだが、ここに行き着くにはいくつかのルートがある。北のルートと南のルート、そして大海の渦を突っ切る中央ルート。中央行けるのか。行けた者はいない。なんだ、海上からだろうと空中からだろうと、渦に近づいた者は全てバラバラにされてしまう。波や風の類とは違う何らかの力がここには働いている。よって消去法で言ってこの二つ、北と南だが、北はおすすめはしない。理由は？道が険しく、アグヌスの本拠地であるキャッスルもある。通り抜けることすら難しいだろう。体温正しかったね。当然だ。加えて君たちはウロボロス、相対したコロニーに私たちのようなことが起きないとも限らない。確実に起きるだろうな。南ならば比較的戦線が安定している。このルートで進んだとしても2ヶ月もあればたどり着けるだろう。2ヶ月。ただ何ですか？たどり着けたとしても、そのシティか、それがここにあるという話、にわかには信じがたい。というと？以前このエリアに進軍したことがあるのだが、何もなかった。あの体験が大地に突き立っていただけだ。もっともシティという言葉自体が何を指すかにもよるが、人かもしれんし物かもしれん。ゲルニカの言い方だとなんかコロニーっぽくなかった？お、俺は物っぽく聞こえたぜ。それでも目指すか、この地を。ああ、それが目的だからね。俺たちが生きるために。ならば何も言うまい。ボレアリス。はい。彼らの旅立ちに際してできる限りのことをしてやってくれ。もちろんです。ここの施設は自由に使ってくれて構わない。英気を養ってくれ。ちゃん大丈夫。エセルも言ってたでしょ、施設は自由に使って構わないって。食べなきゃ力出ないよ。でも堂々としてよね。うおい、これは俺の親友のものだ。1年前まで身につけていた。ああ、死んだよ。コロニープシーとの戦いでお前らに殺された。ここを撃ち抜かれてど真ん中だ。違うよ、私たちはコロニー軍。ミオちゃん、私でよければいつでも撃って、それであなたの気が済むなら。言うじゃないか。なんだ
あとちょっとじゃねえか。なら命惜しかねえよな。今日死ぬのも三月後に死ぬのも大差ないってか。せいぜい毒盛られないように気をつけな。ひどいよあんな言い方。セナ、いいの。彼の親友ではない誰かに私たちは同じことしてきたんだから。仕方ないよ。そうしなかったら私たちだって。仕方ない。これまでそれが当たり前だった。でももう違うでしょ。うん。この力役立てたいんだ。今は理解されなくても。え？サービスさ、遠慮なく食ってくれ。え？俺らの頃に土くれだろ。結構ヤバかったんだ。おかげで助かったよ。それに選べるようになった。戦わないって選択を。もう誰の命も奪わなくて済む。ずっとそれ願ってた。あんたらのおかげだ。ありがとな。ということで、情報収集、アイオニオンではいろいろな場所で、マークを、目にすることができます。黄色いマークですね。黄色いマークの近くには世界を旅するための貴重な情報が潜んでいます。見つけたら近づいて確認しましょう。ほう。あ、これだね。めっちゃ来るじゃん。どうやら医療班の対応が間に合っていないようだな。ええ、このままじゃ怪我人が増える一方ね。あとそこだね。お礼者さん。
コンプリート。情報の収集完了。休憩ポイントの相談の項目を選ぶと完成した情報について仲間たちと語り合うことができます。おう。で、ここに行くと、情報収集と相談。情報が集まったら休憩ポイントで相談の項目を選んでみましょう。仲間たちと集めた情報をもとにした相談をすることができます。時にはクエストに発展する場合もありますよ。医療班はどうしようもないよな。あ、じゃあここで何かお腹に入れておこう。相談があるんだけど。お前ら、ちょっといいか。ボレアリス、何かあったのか。軍務長だよ。あ？ずっと姿が見当たらねえんだ。どこに行ったか知らねえか。私たちは見てないかな。本当か？本当に見てねえのか？よく思い出してくれよ。あの人はな、コロニーのためなら自分だって犠牲にされるお方なんだ。どこまでも強い人だから、何もかも背負い込んじまう。もし軍務長の身に何かあったら、コロニー4は、俺たちは。おい、落ち着けって。すまん、取り乱した。いや、別にいいけどよ。もし見かけたら知らせてくれ。引き止めて悪かったな。ああ。さあ、クリアですね。今相談したコロニー4の問題のように、相談によってはそこからクエストに発展する場合があります。ほう。アクティブクエスト。グーガの拠点はここから北に向かった先だ。はいはい、てか急ぐんだろ。さっさと行くとしようぜ。これだね。じゃあ今日は長くなったのでこの辺で終わりたいと思います。よかったらね、登録とコメントよろしくお願いします。それではまた次回のゼノブレードでお会いしましょう。